ては縫わないポーチの作り方をご紹介します。おうちのワンちゃんたちの画像を使って可愛く簡単に作れるので、ぜひ最後までご覧ください。暖湿カードケースを使います。今回は B6 サイズで作成していきます。まずケースの開口のくぼみの部分に合わせてカットします。こちらがポーチに使うデザインです。ケースの大きさに合わせて型を取ります。デザインの作り方についてはこれらの動画で作り方を説明しているので、合わせてご覧いただけると嬉しいです。型に合わせてざっくり切っていきます。ひっかき傷防止シートを使います。デザインの大きさに合わせてシートを切ります。デザインの裏側にシートを貼ります。シートが紙にペタッと吸い付くようにくっつくので、端から少しずつ空気が入らないように貼っていくと失敗しないですよ。ひっかき傷防止シートは多少の防水効果もあります。ポーチの裏表のデザイン2枚ともにシートを貼ります。シートが貼れたらサイドは2ミリ内側を、上下は線の気持ち内側を切ります。モカちゃんが様子を見に来ました。シートが貼れたら次は両面テープを準備します。両面テープは必ずフィルム製を準備してください。シートを剥がした紙に両面テープを貼っていきます。両面テープを縦半分にカットしていきます。デザインの表側の4辺に両面テープを貼ります。両面テープが貼れたら表面を裏にしてケースに貼り付けます。この時開く方をしっかり合わせて貼ってください。サイドや下は少しくらいずれてても大丈夫です。両面ともケースにデザインを貼り付けます。次は布用の両面テープを使います。シートを剥がした紙に布用両面テープを貼ります。布用両面テープも縦半分にカットしていきます。ファスナーを取り付けます。ファスナーのサイズは20センチを用意します。ファスナーの表側に布用両面テープを貼ります。ケースに片面ずつ貼り付けていきます。ファスナーの取っ手を奥に引きすぎていると跡が大変なので、軽く内側に持ってきておくといいですよ。両面貼り付けたら剥がれないようにしっかり押さえてください。ファスナーを取り付けたらドライヤーを当てます。口をしっかり開いて30秒程度当てます。両サイドを持って
勢いよくひっくり返します。ファスナーが高温になっているので火傷に注意してください。熱を当てるとケースが柔らかくなるので、ひっくり返らなかった部分はまたドライヤーを当てると形が変えやすくなりますよ。しっかり形を整えたら、愛犬デザインの可愛いポーチの完成です。完成したポーチに入れてみます。おやつポーチには大好きなチュールを、モカちゃんがもらえると思ってガン夢中。エチケットポーチにはビニール手袋とトイレットペーパーを、こうしておけばお散歩中のトイレも大丈夫です。愛犬の可愛い画像を使ってポーチを作るとお散歩もさらに楽しくなりそうです。全てダイソーで材料も揃うし、とっても簡単にできるので、ぜひ皆さんも試してみてくださいね。